センティアは、マツダが1991年から2000年にかけて販売していた E セグメントに属するプレステージサルーンである。長らく販売されていたルーチェの後継にあたるマツダのフラッグシップモデルで、アメリカ合衆国においては、ルーチェと同じくマツダ929として、1991年から1997年にかけて販売された。先代のルーチェと異なり、 ロータリーエンジン搭載車はラインナップされていない。バッジエンジニアリングであるアンフィニー MS-9 が同社が展開していた販売店ブランドアンフィニで1991年から1994年にかけて販売された。1991年5月発売。センティアは同社のパーソナルユースに徹した。 3ンナンバー専用のプレステージセダンというコンセプトの元開発されカペラに搭載されていたものと基本的に同様の車速感大型 4WS システムやガラス製サンルーフ部分に太陽電池を組み込み停車中の車内をファンで換気するソーラーサンルーフなどを搭載する同社が持つ最先端技術の域が集められたモデルだった最小回転半径は4 WS システム搭載車で4.9メートル、非装着車は5.6メートル。ボディサイズはセルシオに近いサイズにまで拡大されたが、実際には1989年4月試行となった税制改正の時期が読めなかった開発途中の段階では、従来、ルーチェと同じ5ナンバー仕様と拡幅ボディ仕様との両方を開発していた。そのデザインもなかなか方向性が決まらず、 八十六年六月から始めた一一クレーモデルについても途中から各複ボディ仕様に一本化されたものの九百八十八年十二月まで作っては壊しを繰り返した結果合計十六台を制作した。こうした南山の末十七作目として一五クレーモデルでようやくテーマが決まったのが九百八十八年十二月でそこからは翌年一月に一 1>, 1モデル、4月には、役員承認を受けるといった具合に、急ピッチで話が進んだ。デザイナーの田中俊二によれば、デザインコンセプトは、郵送パーソナルセダンであるという。そのスタイリングは、先代にあたるルーチェの直線を基調としたボクシーな、プロポーションから一転し、イギリスのジャガーカーズのモデルを連想させる低いボディに、豊かな曲面構成と美しいプロポーションを誇る。 やや低く伸びやかでエモーショナルなスタイリングをまとうこととなった。そのため一部の間では同社をユーノスコスモのサルーンバージョンと受け取る向きもあった。このデザインは海外の自動車デザイナーからも非常に高い評価を受けており、当時ルノーのデザイン部門を率いていたパトリックル・ケマンは東京モーターショーに来場した際にこの車に触れ、松田のデザインは独創的だが、 特にこの車はとても美しいと褒めすやしたという。当初はルーチェの13バイト型ロータリーターボエンジン搭載車を所有しているユーザーの代替需要を狙い20バイト型3ローターターボエンジン搭載車も予定されていたがバブル崩壊による景気の悪化とそれに伴うマツダの経営危機から断念された。エンジンは J5 で A 型2.5リットルと ジュゼ型3.0リットルの V6 が搭載され、トランスミッションには4速 AT のみが設定された。上述した 4WS システムは全車に標準装備され、トップグレードである3.0エクスクルーシブには、上記のソーラーサンルーフのほか、本革シートや300ワットの出力を誇った6、連想 CD オートチェンジャー付けステレオ、ステアリング連動式、フォグランプが標準装備された。 1992年8月に2 5リミテッド G を追加。1994年1月に実施されたマイナーチェンジによりバッジエンジニアリングであったアンフィニエム s 9が同社に統合された。フロントヘッドランプのクリア化やフロントグリルのブラックアウト化といった一部変更とともにグレード構成の見直しが実施され、全車に 標準装備されていた 4WS システムの一部グレードでの非標準装備化 CCS のオプション設定化がされた。1995年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1995年11月に2代目と入れ替わる形で販売終了。1995年11月に販売が開始された。2代目センティアは 当時の景況及び松田の台所事情から開発途中で初代のビッグマイナーチェンジで済ます方法も提案された。最終的に経営会議の席上でビッグマイナーチェンジ版とフルモデルチェンジ版の両方が検討された結果、1995年にフルモデルチェンジを迎えた。初代のパーソナルセダンからは打って変わり、初位、中型車用券を盛り込んだフォーマルにも対応できる。 セダンへと変貌した。簡単に言えば、HCK ルーチェのお客様にも乗ってもらえる、セダンへと先祖返りしたわけである。そのため、スタイリッシュだった初代と比べ、押し出し感や威厳を強調させたスタイリングとなっている。2代目のスタイルは幻に終わった、アマティ1000のスタイルによく似ていると言われている。さらに、当時同じフォードグループであった、ジャガー XJ にも内装のインパネデザインなど、 影響を受けたところも多数ある。このようなデザイン等の変更により、初代にて不評だった後席居住性やトランク容量が改善された。この大幅なスタイルの変化は、マツダのフラッグシップとなる予定であったアマティ1000が発売されなかったことにも起因するもので、さらに言えば、初代、センティアがパーソナルかつスタイリッシュな装いだったのも、 重厚な装いをまとうアマティセンを発売する前提があったからこそあれだけ大胆な方向へ振ることができたとも言われている。広告および CM、キャクラターにショーン・コネリーを全面に起用し、重厚かつ高級さを全面に押し出した CM を放送していたが時代の流れに乗り切れず、販売にもつながらなかった。韓国のキア自動車はこれをベースにしたモデルをポテンシャの 後継としてエンタープライズという名称で生産した。前述のようにフルモデルチェンジを果たしたとはいえ、マツダの経営状況が厳しい最中のデビューだったこともあり、開発費の都合上従来型の改良版とせざるを得ず、プラットフォームのみならず、インナーパネル等に至るまで初代からの流用となった。インテリアもコストダウンがはっきりわかってしまうほど品質が低下してしまったことや、 さらには、マツダの販売チャンネルの整理、経営改革の真っただ中という悪条件が重なり、競合車種のクラウン、セドリック、グロリアはともかく、ウィンダム、セフィーロ、ティアマンテなどの FF ミドルセダンという新興勢力の中にも渦漏れてしまい、販売は苦戦した。エンジンは、全車3リットルのみで2.5リットルは廃止された。 センティアからの3.0リットル V6DOHC24 バルブと MPV やかつての5代目ルチェと共通のサイチェシー1 8バルブの2種類が用意された。初代に続き、車速換黄型 4WS 装着車種も用意されたが、日産のスーパーハイキャスのような用例と換黄型ではなかったことから作動に違和感があったため、それを和らげるために、 最大点高くを7度から5度に縮小した。1997年9月、マイナーチェンジでフロントグリルの3を横から縦に変更と同時に、マツダの新 CI マークに変更された。見劣りしていた内外装のグレードアップも図った。2000年6月に生産終了。流通在庫分のみの販売となる。決算となる2000年11月までに、 流通在庫分の未登録者の登録をすべて完了し、販売終了となった。これにより、同社より、後輪駆動の高級セダンが消滅した。なお、センティア廃止後は、後継モデルの開発が行われておらず、事実上の後継者は、センティアより、格下の価格帯となるミレーニアとなったが、そのミレーニアも、決算となる2004年3月までに、 流通在庫分の未登録者の登録をすべて完了し、販売終了となった。それ以降、松田から、ラージサイズセダンのラインナップは姿を消している。なお、センティアが担っていた同社の重役送迎や、広島県の公用車には、MPV や CX-8 が使用されている。社名のセンティアは、フランス語で、漢字量意味するセンティールとラテン語で、 場所を意味するイヤとを組み合わせできた造語で感動を呼ぶ宣伝された空間の意味合いが込められている。松田ホームページ、松田の車作り車作りの歴史、松田の歴史1990年から1999年、初代センティア誕生画像名車館1991年、松田センティアエクスクルーシブアーカイブド2010年7月24日、アットザウェイバックマシン。 センティア1991年5月から1995年9月生産モデルのカタログリクルート株式会社2020年1月25日閲覧センティアトヨタ自動車株式会社2020年1月25日閲覧センティアのカタログリクルート株式会社2020年1月25日閲覧ありがとうございます